2023年夏ドラマで株下げそうな俳優3人。スノーマン、目黒蓮は期待されすぎ。2023年夏ドラマ、株を下げそうな俳優3人。スノーマン、目黒蓮、トリリオンゲーム、TBS テレビ系。森七、真夏のシンデレラ、フジテレビ系。田中みな実、わらかもん、同。スノーマン、目黒蓮、金曜ドラマ史上、歴代最低視聴率、更新の危機。一人目は、金曜ドラマ、トリリオンゲーム、で、世界一のわがまま男、春を演じているスノーマン、目黒蓮。目黒といえば、昨年放送された、サイレント、フジテレビ系への出演を機に、演技派ジャニーズ、としての注目度が急上昇。ゆえに連ドラ単独初主演作となる、トリリオンゲーム。も、放送前から大いに話題になっていた。しかし、初回こそ世帯平均視聴率 7.4%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同、とまずまずの滑り出しだったものの、その後は 5% 台まで下降。同枠の最低前話平均視聴率は、16年放送の向井理主演、神の舌を持つ男の 5.6% だが、今作がこれを下回る可能性もありそうだ。